チャオ、あっちゃんです。今日は3月2日土曜日、あっちゃん家の朝ごはん、まず子供にね、パン、朝食です。で、昨日買ってきたこんがりチーズ、明治チーズがこんがりソフト、塗ってから焼く、ファットスプレッドナチュラルチーズ入り、これ150円ぐらいだったかな、ドンキで売ってたんで買ってきたんで塗ってみたいと思います。買ってきていいんだ。それって言って子供がやったから、二人とも。うん。よいしょ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 。あっちゃんもこれにしようかな、今日。結構伸びるね。やっこいね。まあ、冷凍してなかったっていうのもあるね。持って帰って、そこ置いといたからね。要冷蔵温度、要冷蔵10度以下って、10度ならへんからね。キッチンはね、昨日20何度だったでしょ、外で。お家はねずっとね10度以下なんよ。ここの2階は寒いよ、うん、でもねいつもよりもあったかい。オリーブオイルが透明だったでしょ、それぐらい。夜は寒いな。昼もねあったかなってもそこまであったかがらへんと思うね。それがチャンチです。はい、ってことで塗ったんで2人分子供のね焼いていきましょう。2枚しか同時に焼かれへんのね、はい、あっちゃんは後で作りますわ。はい、あっちゃんのも焼きましょう。あっちゃんも今日は同じのにするわ。塗ってから焼くチーズがこんがり。そうだね。よいしょ。まあ、3枚同時作りしといてもよかったんやけど。んで、危ない危ない。落とすとこやった。均等にね、こうやって塗って。塗ってから焼いたらね、チーズがこんがりするらしいね。前に買った気もすんだけどな。だいぶ前にレビューしたような気もせんでもないな。なんかこんなん食べた気がする。もう記憶力悪いからさ、したこと忘れんね。塗ってから焼いてもいいし、書いてあるわ。薄く塗るとカリカリ、たっぷり塗るとジュワーっとするんやって。今回ちょっとたっぷりめに塗りました。家族全員で、ね、焼いてみましょう。はい、焦げました。はい、よかった、食べましょう。今日はね、ドリンクはね、昨日ドンキで68円かなんかで買ってきた麦芽コーヒー500。これも子供もこれ飲んでんけどね、豆乳みたいな、美味しいらしいわ。うん。これで、あっちゃんはこれで、もう子供のコップでいいや。はい、終わり。はい、ではいただきます。めっちゃ入ってる。500ぐらい入ってるね、これ。ん、3杯分500。はい、じゃあ分け分けしましょう。ではいただきます。では焦げパン、チーズの風味効いて美味しいね。うん。だちょっとね、物が乗ってないから物足らんけど。これに、なんか、塗って、ハム置いて、他でもありかもわからないしね。塗って焼いてから上にハムとかトッピングするのもありかもわからんし、とかポーチドにしてこれを塗るっていうのもありかもわからんね。まあ一回ポーチドにチーズ乗せたらボロボロ落ちんねん。こうやって落ちひんから。
ポーチドサンドして縫って焼いてもいいかもわからんね。ね、いろんな何ができるの、あの、なんちゅうのパターンで作りたいじゃん。うん、何だわ。これはこれでありやね。そうですよ。任天堂の今見てももう発売ラインナップ。ね、任天堂チャンネル見てる人、ロボット大戦欲しいの？任天堂のね、4月、3月、4月の発売、新発売見てんだけど、あのね、任天堂チャンネル見てる人やったら知ってると思うけど、あの、牧場物語が出んのよ、もうじき。あっちゃんすごい期待しとって。うち家族も期待して、牧場物語好きやから、すっごい期待しとって。で、楽しみにしとって。スイッチ発売の時から牧場物語って書いてあったから楽しみにとってやっと出るぞって思ったら、牧場物語ドラえもんコラボやねん。で、主人公は僕もの男の子女の子じゃなくのび太やねん。で、なんか何やったっけな、ね、食物育てに肥料とか撒くのドラえもんの道具で育てんねん。なんか何やったっけ、あの育つやつ、なんかで育てんねんな、なんかそれ違うわって話で、いくら、うん、ドラえもんに乗っかって売りたいんかなんか知らんけど、逆に嫌や言うて、僕もの期待しとってんけど買うのやめようって、ね、ドラえもんのキャラクターが出てほしくないわって。だったらドラえもんのゲーム今ね、月面なんとかかのアクションゲームにしとけばいいのにな。僕物にドラえもんはかぶしてほしなかったな。うん、ということで、牧場物語みんなに買うって言ったけど今回買いません、はい、動物の森まで待っとってください。もう本ゲームはがっかり。スイッチにツムツム出るんや。絶対クソゲーやんか。クソゲー言うんだ。でもスマホでいいよな。なんでそこで。それやったらスマちゃんはスイッチも無料ダウンロードにして課金にしたいな。他のやついないの。何これ、何これ、スイッチの上に乗っけたら出てくるの。なんかすごいな。なんかこれ面白そうやん。あれじゃ旅行あれじゃ。ルーンファクトリー4スペシャル。なんか僕ものみたいな野菜とか育てたり、ネタ買ったりとかいろんな要素入ってね。まあ要素的に ドラクエと僕ものが混ざったみたいな。ビルダーみたいな。ビルダーでもないけど。何これ、カードゲーム？ドラクエビルダー 2? 今日は何これ、ドラクエライバル、ライバル 2?
読んでんね。寝すぎちまってんですよ。うん。この世と花世ってない。スカートも来ました。よし。いや、美味しかった。香ばしくてね、美味しかった。今子供と一緒にね、子供で食べる。ゴールで。うん、なんでね、スイッチも結構出るね、いろいろね。あの、なんやらやつ、あの、安いやつ。ダウンロード版の一本。数百円ぐらいのゲーム、あのインディーズゲームってやつ。はい、まあこんなこんなで今日は緩くね土曜日を過ごしましょう。はい、ということであちゃんちょっとねまだどうぞ読んどこ。あ、分かった分かった。昨日ドライブ動画できてなかった、うん、やっとできたよ。夜寝る前にやらんでよかった。すごい時間かかった。寝る前雑談しながら、うん、作ろうかもねんけど40何分50分近くかかってん。あ、やっとできたわ。ちょっとこれあげます。ちょっと待ってね。アップ作業だけしとくわ。ちょっと待ってね。ちょっとだけ待ってね。ここ自動化できたらいいのにな。よいしょ。毎回このところの設定しゃんなんか。10時半にあげるのに10時40分になっちゃったよ。で、デバイデンの、スイッチも画質悪。それスイッチ、はい、ということでね、ちょっとこれでアップできてんのかな。で終了画面を作ったら完了。はい、ということで、ね、朝ごはん動画中何をしとんねんって、いや、急ぎで上げてしまうとね、いつも上げる時間を超えちゃった。で、お昼ごはん動画は作ったんだけど、昼からの、あ、おやつ動画も上げとかなあかんねんけど、おやつ動画も作れてるはずやねん、昨日失敗してない。うん、けど。で、あと、いろいろね、買い物紹介とか、なんだ、ちょっとお料理動画を、昨日結構なんやかんやさばいたり、作ったりしてたから、お料理動画は何本か撮れてんねんね。なんかそういうも今から作って今日の一日あっちゃん始まります。はい、 YouTuber あるあるです。もう動画撮っとるか動画作っとるかぐらいでほんま一日終わってまうね。忙しいよ、うん、でも楽しいよ、うん、じゃあ好き、こういう生活もね、うん、でもそれにね、やっぱりそれだけのきっちりした反応が返ってくるのが嬉しくてね、ありがとうございます。これからまたね、いっぱい動画出していくんで見てください。よろしくお願いします。ということで、ではまたね、今日のあっちゃんの朝ごはん、チーズスプレッド、美味しかったよこれ。チーズなんとかソフトかなんかで、パンにね、パッて塗って焼くだけでちょっとチーズ、ちょっとしょっぱいチーズ系の味出るから、それにトッピング変えるとか、ポーチドサンド、ポーチ中詰め込んで温める系のポーチサンド、コロッケとか、鶏ハムとか、ちょっとほんのり温まった美味しいかなっていうやつを入れて、で、その後チンすんねんね、やっちゃん時々ね。その時上に塗っといたらチーズ風味が味わえて美味しいかもわからへん。これありかもわからへん。あと、あっちゃん振ってもったけど、フランスパンにね、塗ってカリッカリに焼いたらめっちゃ美味しいんちゃうかなって思うね。はい、でよかったらチーズスプレッド、最近ね、
ちょっと前にもあったと思うんだけど、これ今なんか売り出しみたいな感じなんだけど、すごい並んでたんね、うん、なんかよかったら買ってみてください。他のスーパーにも売ってた、うん、ドンキで150円ぐらいだったんで、よかったら買ってみてください。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはんよかったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。